栗山ダムは、北海道夕張郡栗山町、一級河川、石狩川水系ポンウェン別川に建設されたダムである。北海道札幌土木原業所が管理する同営ダムで、高さ31.9メートルの重力式、コンクリートダム。ポンウェン別川及び合流先である、ウェン別川沿岸の治水と、栗山町への離水を目的に、国庫の補助を受けて建設された。 補助多目的ダムである。高さ31.9メートルに対して、包み町長が540メートルという横長の停滞が特徴。ダムによって形成された人造湖は町名をとって、栗山湖と命名された。本ウエン別川は、石狩川水系の主要な支流である夕張川に、そそぐウ別川の二次支流である。夕張市と栗山町の境をなす夕張山地の、 最六に水源を発し、おおむね南西に流路を取って、ダム地点を通過する。その後栗山市街地付近で上縁別川に交流し、西に流路を変えて夕張川に交流する。上縁別川の流路延長は1 4 7トル、流域面積は80.6平方キロメートルである。ダムは、ポンウ別川の上流に建設された。なお、同名のダムが、 栃木県日光市に建設されている。東京電力が管理する発電専用ダムで、高さ97.5メートルのロックフィルダムである。栗山ダムは、上別川総合開発事業の一環として、計画され、1972年より、現地予備調査を開始。1975年より、本格的なダム建設工事実施計画に入り、1983年、着工。 用地保障交渉と工事用道路の建設、建築施策工事が進められ、1989年から1992年にかけて停滞コンクリート工事を実施。コンクリート打設には北海道のダムとして初めて拡張レア工法を導入している。その後ダム管理事務所建設と周辺整備を行い、試験淡水を経て1994年に完成式を迎えた。 ダム湖には栗山湖の名が与えられる。工事現場跡地は環境保全整備により公園へと姿を変え、現在は人々に憩いの場を提供している。ありがとうございます。